ルパンさんナイス、ありがとうございます。ただいま戻りました、ありがとうございます。これね、もうね、これね、俺だけだぞ、大関相手にとことんやってんのはみんなやられてんじゃん。みんなやられてるんです。誰がやられた俺に。やられてなくね。藤なし、アナルどうなのからのずーっとアナル、これですから。苦いんだ、トモさん、苦いんですよ。ね、お前、豆山って意味わかんのか、豆山って意味わかんのかな、豆山って意味わかってんのか、お前この野郎って。豆山って意味わかってんのか、おら、豆山って意味はな、豆山って意味はな、お前わかって言ってんのか、藤なし、豆山って意味はな、豆山ってのはな、人の女を盗むことなんだよ。違うよね。もう自分のあだ名を、人の女を盗むことなんだよって言っちゃう、言っちゃう大御所はやばい。もうダメだ。そうなの、そうなの、そうなんです、そうなんです。それは、それは豆泥です。もう最高、板倉さんナイス、ありがとうございます。彼らは本当に小中生レベルの会話ですよね。ヨルタ職、無職集まって大関さん。ありがとうございます、ナイス、ありがとうございます。次行きましょう。はい、早朝、泥酔の豆と Z がビジネスの夢を語る。これは素晴らしい、これは素晴らしい夢ですね、これは。泥酔と豆と Z がビジネスの夢を語る、これはね、なかなかないよ、なかなか素晴らしいよ。俺もね、はっきり見てないんですけど、素晴らしいですよ、これ、これは素晴らしいですよ。企業イコール儲かる。30人待機してるらしいです、皆さん。30人がもはや、その企業を夢見て待機してます。ね。待機してるんですよ。よくもない。はい。ね。ブラック Z は、将来安泰、俺がサポートしてるから。すごいよね、これ。もう。すごいね。あー、キズミさん、そうなんですか。じゃあここで一つ言っときましょうか。まあ逮捕されますね。そして衝撃の前科が皆さん分かることになります。マスティさん、ナイス、ありがとうございます。こいつ運送やると、言ってたけど、2年前に赤帽のやつに、お前1個配達いくらと、いくらとかって仕事してんだろって、ははは、ナイトのところでバカにした。ふざけてるな。赤帽は本当に一生懸命頑張ってるよ。あれ、1個100、200円とか、もらえても200円とか、今もっときついかもしれない、赤帽さんは。本当、もう、薄利な仕事なんですよ、赤帽さんは。赤帽舐めちゃいけないよ、本当に。赤帽さんは引っ越しもやるからね、本当に。ね。ブラック Z、よかったね。安泰だね。本当に。ドン。はい。思い出してください、皆さん。僕の、将来の夢。NPO 法人で、少年院で、抗議するんです。